れ、京一郎くんじゃないですか。はい、今日は今から出勤です。京一郎くんは何をしているんですか。探しでしたね。ああ、この子ならこのホテルに泊まってますよ。でもその子、さっきコート姿の人と一緒に出かけちゃいました。京一郎くん、落ち着いてください。ください。
あなたは一体？命あっての物種と言いたいのか。俺に言っても仕方がない。報酬の交渉はクライアントとしてくれ。私がご迷惑をおかけしてしまったのでは。私、何も覚えてないんです。その時の記憶だけじゃなくて、自分が誰なのかってことも。ありません。とにかくクライアントに連絡してみたらどうだ。このまま話し合っていても解決しないだろう。